についてはですね、日本はもっとしっかりとですね、熟慮すべきだという立場でございます。自衛隊ということ、先ほども申し上げさせていただきましたが、その言葉で表現される軍備をしている我が国は、そういう歴史を経て、我々の先人たちがそういう知恵を絞って自衛隊を作ったということを私は尊重したいと思っております。で、我々が、今その自衛な、名前のお話も出てきましたけれども、この自衛隊という言葉に、そんなにですね、こだわる必要もないのかもしれませんけれども、しかしその言葉に込められた意味というのも十分にさせられるわけでありまして、私はその我が国がですね、第二次世界大戦のあの苦労、それからその焼け野原から立ち上がってきたその苦労をですね、先人たちの苦労をしっかり子どもたちにも伝えていくためにもですね、大事にしなきゃいけないことがあるんじゃないかなというように思っております。はい、ありがとうございます。浅尾さん、今のことにつきまして何かご意見ありますか？これ集団的自衛権という言葉とですね、それから日米安全保障条約に基づく我が国の義務というのを分けて考えておかないといけないんだろうなというふうに思います。直近のところでいうと、アフガン戦争は、アメリカの当時のブッシュ大統領がコーリーション・オブ・ザ・ウィリングということで有志連合ということで、これも自衛の戦争ということで 発動いたしましたが、集団的自衛権を認めるから、直接じゃあそれに参加するかというと、日米安保条約上はそういう義務を日本は負っていないので、それは分けて考えた方がいいんだろうというふうに思います。で、その上で多分議論になるのはですね、我が国が攻撃をされそうな事態になって、日本の海上自衛隊の艦隊と一緒に行動している米軍が先に攻撃されたときに、それに日本側が応戦できないというのが、この集団的自衛権の中で現実的なんですね、縛りなんだろうと思いますので、そういった事態については現実的な我が国の国益に対応して考えていくということが必要じゃないかと思います。はい、ありがとうございます。加藤さんが先ほど非常にクリアにご意見を言いましたので、もう一度お願いいたします。はい、私は憲法を全て守っていくと、国共平和主義に掲げる憲法9条を守る立場からですね、山本さんが言ってるその自民党が国防部、維新の会もちょっと言ってるんですが、これは非常に危険を感じるわと。歴史をやっぱり後戻りさせてはいけないかなと思うんですね。ですから世界の人たちとはやっぱり平和的な外交交渉を通じて外交問題を解決していくということが、もうこれから求められる世界であって、軍事力ではやっぱり平和は作れないと、このように私たちは思ってますので、今の、逆に私はちょっと危険な流れをストップさせるつもりはないのかどうかね、自民党の山本さんにお聞きしたいなと思うんですが、そういうことダメなんですよね。私は聞く分にはいいんですけど、ただ残念ながらお時間の方も限られてまして、この議論は本当に朝まで続くような議論であるかもしれません。もう一つ